どちらが上手に作れるかなっていうお題でいきます、はい、あやはやチャンネル。はやです。はやです。どんです。今日は今日は、はい、今日はです。今日はゴールデンウィークの中身になります。はい、でね、パパがね、お肉が食べたいってことで、じゃじゃーん。母ちゃんもお肉食べたい。お肉食べたい？うん、母ちゃんも。はい。パパが久しぶりにフライヤーで揚げ揚げするそうです。おお、久しぶりや。はい。なんですけど、これがメインじゃないんです。はい。今回のメインはこちら。卵？はい。どちらが上手に作れるかなっていうお題でいきます。はい。お願いしたいのは目玉焼きです。目玉焼き簡単だよね、うん、焼くだけだもん、うん、焼くだけなので、あなたたちできると思うので、卵1個ずつ選んでもらってそれぞれ作ってもらおうと思います。で、目指す目玉焼きの硬さは、はや黄身が生じゃない、はい、あやさんは同じく、だから両面ポクポクってことですね、うん、じゃあ目玉焼き勝負いきます。せーの、レストラン。はい、どっちからやる？僕やるわ。わかりました。じゃああやさん控えといてください。じゃあ、はや、まず卵どれにしましょう。ちょっと待って、卵の開け方すら知らない？もう、ここ開けんのか。そう。いい音、うん、最初にちょっとよかった。あやさんは、連休明け早々に社会のテストがあるらしくって、なんか言ってます。お願いします。まあまあ、真似しない。どうし、これこれ、動くな。はい、ここでいっか。形おかしくね。なあ、黄身が生なんだよな、まだ。だめだ、黄身が。あ、さ、頼むでさ、一人さ、食べながらさ、なんかやろうとすんのやめて。あなた3人分いますよ。もう君だけ生やん。君だけ生、どうしよう。一回反対してみるか。あっち、あっち、これです。やめてください、大きいもの持つのは。逃げとん。料理しながらトイレ行くと、案外うまくできたね。はや、これで完成でいいですか？うん、オッケー。わかりました。十分できたと思う。一言言っていいですか？何？つけっぱなしです、火。あ、すまん。はい、じゃあはやのターン終わり。はやさん、卵どれでもいいので1個選んでください。あ、冷蔵庫の中ですけどもいいですよ。白色？森の地下。森の地下。その卵。はい。待って。卵に何か関係性があるんかな。いや、卵の殻には関係ないと思う。これだ。あやさんのターン、よーい、スタート。でね、うん、まずね、割るんよ。なるほど。くぐれてく、すごい調節してるね。もう無理じゃない？パパも参加したい。すればいいよ。目玉焼き丼にスタイル。丼って何？ご飯の上に乗せるだけ。やっちゃった。あやさん、誰から教えてもらったの？ん、あの、なんて、あの、エビせんに。エビせんっていう、あの、なんか、エビのあるやんか、この平らいやつ。ああ、あの半熟やったで、あーって服汚して、どうせ作るのって聞いた時に、なんか水入れとったで、それずっと覚えてた。食に関する知識がどっかから出てくるらしい。食に関する知識。踊ってますか、大丈夫？いや、大丈夫、俺水の量。ちょっと、あ、なんか、あの、白身部分がペコペコ動いてたけど。あれ？水抜いていい？
ゃないよ。料理ってそんな風にフライパンから何やすんの。地獄の料理。芸術的な行動をしようで大丈夫です。あれ、ご飯だっけ。これ、あ、でもちょっと、あなたが理想とする卵ですか。ちょっと破けないの中に。俺も美味しそうや、うん。ママたちだったらこれ OK な、うん、理想と違うけどもゴールいいか。しょうがない。じゃあ次、パパがやりたいそうです。え、母ちゃんやりたい。いきます。これさ、家傾いてるでさ家傾いてるで、なんか家のせいでしたって。いや、そうじゃないの、まあ、家が傾いてるんで、家が傾いてるのかガスレンジが傾いてるのかわからないけど斜めになるのは事実。いやー、じゃあ、みんな完熟になるね。もういいのかな。はい、出来上がりです。パパは半生がいいの。これが我が家がいつも焼いている目玉焼きです。目玉はね、はっきりしなくって両面しっかりがっつり焼いた感じになります。ということで、まずはや、はい、星1のシェフが作り上げた目玉焼き時間が一番かかってました、調理時間ね、うん、はい、だけどなんか硬そう。はい、次あやさん。どう見ても生ですね、中身ね、うん、一番見た目はいい。パパは意図的に生にしたやつですね。はい、じゃあハヤの方がしっかり火通ってるか見せてください。少し生やと思う。よいしょ。あ、はい、どうでしょう。あ、ちょっと生だわ。あやさんは絶対半熟です。はい、もう切ることを拒否ですね。はい、ということで調理工程割って焼くだけの目玉焼きですが、意外に難しいこと分かっていただけましたでしょうか。はい、ね、あの卵焼きがいいとかさ、目玉焼きがいいとかさ、君だけがさ卵ご飯にして白身焼いてとかさ、いう子に何人かいましたが、大変なんですよ実は。好みを追求して今度から自分たちで焼けるようにしてください。あともう一つ言うならば、あなたたちまずね、フライパンを温めてから焼くようにしてくださいね。お昼ご飯、お肉焼いてるところ見に行きましょう。はい、ママこれ油出てる。出てる。はい、せーの。見える、なんか。おーい。やめよ。やめよ、やめよ、やめよ。やめろ、やめろ。あやさん、ずっとあれ加えてさ、少しずつ少しずつ前進してるんやけどさ、あやさん、歯医者さんに何か言われんかったっけ。うん、